皆さんこんにちは、ダディヨシです。今ですね、フィリピンの、マラテにいます。フィリピン時間で午後の4時ぐらいなんですけど、ちょっとね、とてもね、貴重なタイミングであるお店に来れたんで、ちょっと動画にしてみたいと思います。ここはですね、あと数日のうちに、オープンするというね、ガールズバーですね。ガールズバーのプレイボーイ、そこの今ね、オープン前の貴重な映像、内部を、ちょっと撮影したいと思います。それでは、ちょっとね、じっくり見てください。ですね、僕だとね、ちょっと説明不足でね、お酒のこともあんまりわからないし、実際はね、今ね来たばっかりなんで、ここのね、まあ、関係者の方の、J 君っていうね、ちょっとねイケメンの男の子がいるんですけど、いろいろ聞いてみたいと思います。純君、まずお酒は何種類ぐらいある？お酒種類たらもう相当あるよね。並べてないものも結構ある。なるほどなるほどなるほど。100はいかないかなっていうぐらい。なるほど、かなり揃えてだよね。100種類ね、約100種類ぐらいあるっていうんですよね。でちなみに上から下にこうありますけど、はい、一番上の方がやっぱり高いんです。一番上シャンパン、そういうことですね。高いですね、やっぱりね。僕ね、お酒はほとんど飲めないんだけど、はい、ね、ぜひね、だよね、今度ね、そして通常これオープンしたら、はい、女性は大体何人ぐらい並ぶんですか？常時10人弱。あ、ここに10人、はい、もちろんバニーガールで、バニーガールで、はい、そうだよね、僕なんかで 見たことありましたよ、バニーガール。それがフィリピン初っていうことですね。このバニーガールで、の格好をして、もちろん、まあ、KTV みたいにね、指名うんぬんというんじゃないのかもしれないけど、いや、指名もあります。あ、指名もあって、ここで対面で、対面で。なるほどね。あ、そうで、もちろん綺麗な女性を。もちろんです。そりゃそうですよね。僕、お酒飲めなくても大丈夫？もちろんです。ノンアルコールのカクテルとかもご用意してます。なるほど。お酒飲めない方でも。じゃあコーラやノンアルコールのでも、女性をとお話ししに来て楽しいひとときを過ごす、はい、これ OK ですね。 OK です。あ、もちろんね、お酒が大好きでお酒の、ね、飲める方はね、もちろん、居心地のいいお店になると思いますけど、僕みたいにお酒が飲めない人でもウェルカム、歓迎してくれるということですね。もちろん。あ、それはありがたいですね。なるほど。男性のスタッフもやっぱり置くんですか？男性のスタッフも置く。もちろんね。あ、バーテンダーと、はい、あとやっぱりセキュリティみたいな人もね、置くんですよね。で、ちなみにここの場所のはもう公表しちゃっていいんですか？はい、大丈夫。隣に日本食のレストランに、まあ、よくね、有名な信長ってありますよね。ここはマラテの、信長のすぐ隣ですよね、一帯ですよね、はい。皆さんね、楽しみですね。あと数日でオープンということですね。そうです、はい。僕今回このオープン前にこうやって動画撮らせていただきましたけど、これなかなか貴重ですよね。ですよね、はい。しかも、ショートではない普通の動画でアプローチさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、まあね、とにかく僕のチャンネルではね、あんまりいい宣伝にはならないと思うんですけど、こういった機会をいただいたんで動画を撮らせていただいて紹介させていただきました。皆さんどうか
よろしくお願いします。もう一度プレイボーイクラブ。